はい、アカシックサーチのシンです。リクエストアンサーコーナーということでお送りいたします。トラちゃんさんから、シンさんはじめまして、いつも興味深く動画を拝見しています。2011年に亡くなられた X ジャパンのタイジこと、沢田太二さんと読むんですか、これ。はい、さんの死の真相についてということで仮説がありますね。仮説1、機内での暴行は単なる口喧嘩からではなく、持病の転換による発作ではなかったのかですね。機内での暴行、タイジさんが誰かを暴行したということですよね、飛行機の中で。で、転換の発作で暴行ですか？そんなことあるんですか？ちょっとこの辺わかりにくいところですが、暴行したというのは事実なんでしょうか？ちょっと飛行機ですよね。飛行機の中で大二さんが暴行ということをしたかどうかをちょっと見てみますね。暴行か。暴行した。どうだろう。機内で暴行したということ自体がヒットしないです。まあ、あくまでも私がイメージする暴行なので、まあ、転換で発作が起きて動いて暴れることになったというのは暴行ではないので、暴行が反応しない即転換ということにもならないとは思うんですが、ちょっと仮説2に行ってみますね。自死ですね。まあ、自殺ですね。と、報道されているが決定的な証拠がないため、実は他殺ではないのか。ということですね。一応、タイジさん顔わかりますんで、彼が自らしたのかということをシンプルにちょっとサーチかけます。ほとんど私まだこれサーチかけてないんで、今、動画撮りながらやっております。彼は、タイジさんは自殺した。自殺した。ヒットしませんね。ヒットしないですから、まあ、即これとはなりませんよね。病気ということもありますので、まあいいや、病死で見ますか。タイジさんは病死だった。病気で亡くなった。これもヒットしません。ということで、必然的にこれになりますね。すいません。ちょっと音声に出すと、また NG 来ますので、ちょっと、これジェスチャーでご勘弁ください。これですね。で、これだった場合、一連の不審な出来事はすべてマネージャーによる計画性のある犯行だった。彼のマネージャーということですか。マネージャー誰でしょうか。まあいいや。まあ、身内ですよね。身内によってそうなったかですか。幾度となく病気や大怪我に遭いボロボロになりながらも前向きにリハビリに励み回復していった大地さんでしたので、暴行したことにより地元の方に迷惑をかけたという理由だけで簡単にそのような行為を行うとは到底思えないです。よろしくお願いします。暴行したりとか、といったことで地元の方に迷惑をかけたという理由で、これを行ったという
ことになっているわけなんですね。ちょっともう一回これ見ますね。機内で誰に暴行したんでしょうか。機内、飛行機の中で暴れた、ちょっと飛行機の内部で暴れたぐらいにちょっとレベル落としますね。あんまヒットしないなぁ。ちょっとすいません。どういうことだったか、ちょっと YouTube を見て確認します。一旦ちょっと動画止めますね。はい、YouTube があったので見てみました。いや、ちょっとなかなか難しいというか、何を言えるのかなという私がという感じでした。結局、キャビンアテンドさんに暴行をしたということになってますよね。どうだろう、暴行はやっぱり反応しないですよね。言うこと聞かなかったっていう程度じゃないかなと思いますけども、マネージャー女性なんですね。ちょっと一瞬、男女関係だったの?なんてちょっとうがった見方をしてしまいましたけど、それは反応出ませんでしたね。はい。マネージャーと男女関係は一応ヒットしておりません。計画性のある。なんかこれはピー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 言わないといけないような内容の動画になりそうだな。まあなんか中途半端ですけど、まあ一応暴行反応しませんということと、これも反応しませんというところまででいいでしょうか。中途半端ですけども。まあ、なんとなくお察しいただければいいかなという感じですけども。いや、なかなかミステリアスですよね。このお話というか、まあ、事件というか出来事はですね。すいません。以上でございます。それではまた次の動画で。